道村樹です吉田拓郎さんの好きな曲ベスト3を教えてくださいというアンケート1ヶ月ぐらい前に募集しましたで大体、えー、いい1ヶ月過ぎて4月に入ったので今から集計していきたいと思います集計の方法ってのは、まあ、僕が決めるって言ってたんですけどまあ、とりあえず1位2位3位っていう順番をまず決めて教えてくださいっていう募集しましたそれを僕が今から 1>, 1位は3ポイント。2位は2ポイント。3位は1ポイント。っていう点数制にして集計を取っていきます。で、最後の最後に何が1位になるのか。っていう。まあ、単なる全部が1ポイントとして足すのは簡単っちゃ簡単なんだけども。まあまあ面白みとしてはやっぱり1、2、3位があるっていうだったら3、2、1ポイント。 っていうのにしようかなと思って、で、集計の前に、先に僕のベスト3を発表しちゃいます。1位は、おとぎそうし2位が、ひらひら。3位が、どうしてこんなに悲しいんだろうです。はい。まあ、昔からね、おとぎそうしは好きっちゃ好きなんですけども、えー、こうか。はい、こうですね。まあまあ、アルバムで言うとね、 実はさ、南沙織さん、シンシア。シンシアが歌ってるバージョンってのがあるんですよ。おとぎそうしの。それはいいよっていう。あの、拓郎さんとかまやさんがシンシアって歌ってるのはシンシアを歌ってて、シンシアはおとぎそうし歌ってるんですよ。そのバージョンもいいんだよね。っていう、どっか YouTube で探してみてください。あと2位のひらひらはもう若い頃から、なんか があのー、淡々としてて、ま、ある種ね、ある種、あの、もう一曲、それのツイートになるような曲があるじゃないですか、いう、あの、中学2年の時にさ、その曲を知ってギター弾いて、ものすごい大声で、ギャーギャー、ガンガン、ガン、ギャーギャーってことないな、ガンガン歌ってた時期はありますけど、それの反対側にヒラヒラって曲のすっげー曲があって、で、これ実は、あの、進行ミュージックさんというところから、 吉田拓郎さんの弾き語り用のソングブックっていう本が出てるんですけど、何年だ ?2000 年か。2000年の3月に、えー、僕と松尾秀樹くんっていう二人でこの本作ったんですけど、そのシンコミュージックさんから、これとこれとこれと、こんだけの曲の譜面書いてくださいって言われて、言われたんですけど、その中にひらひらが入ってなかったから僕が、どうしてもひらひらだけ入れてくれってお願いして、 てて曲のコードも変えてますよみたいなこういうのを作ったっていう経歴があったりしますしまあ今でもなんとなく生活しててちょっと口ずさんじゃうっていうのが「どうしてこんなに悲しいだろう」でなんかね自分の中で勝手に流行ってるのはあの今の清志郎さんが「どうしてこんなに悲しいだろう」を歌ったらどうなるのかなみたいなことを勝手に歌ってたりするんですけどまあまあ僕のベスト3はこれです。 これ,でこれらをまとめて今から順位を足し算して集計を取っていきたいと思います集計していく画面になるんですけども左側のテキストが皆さんからいただいたベスト3の3曲ずつをこうコピペしてありますで1位には3ポイント2位には2ポイント3位は1ポイントともうあらかじめ書いてありますで右側の集計って書いてある方にこれを 足し算していくよっていうのが大変だよって、まあ、まあ例えばまあ僕のやつおとぎそうし3ポイントじゃないですかでこれをここにパコンと入れますよ3ポイント入りましたとひらひらはひらひらはどこだどこだこっかここに2ポイント入れましてどうしてこんなに悲しいんだろうをこっかに足してと。 こうやってて足していきますで、えー、最初に応募いただいた方のこれが、えー、唇をかみしめて唇をここだお意外と上の方にあったですねもう寝ます起きてても何にもいいことないみたいもう寝ますあーあった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 面あった、えー、老人の歌 老人の歌は、まあ、きっと珍しい方かもしれない <laughs> ここだねはいはいここにあって、えー、で2人目の方が友達と今日までそして明日からやっぱ今日までそして明日からは入れる人いますよねって、えー、今日まで今日まで2ポイント今日まで2ポイントよしよしえー、で悲しいんだろうと。 でこれでまあ悲しいんだろうは今1をコピペしたけども、えー、これが2になるってことですねこいつが2になるはい、えー、で3人目の方が流星よいっしょ流星上の方にあった我が焼もよ釜安さんですね釜安さん 釜石、まあ、さんじゃなくてタクロさんバージョンだと思うけどえー、っとね拓郎さんのねあの「プライベート」っていう自分が作った曲のカバー集みたいなのがあるじゃないですか2枚ぐらいあったっけあれの最初の方も結構いいよねえー、っとどこにあるこれどこにある我が役とたあっ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 た,あった,あったここにあった、はい、我が役ともあ 人生を語らずまあね妻恋たりの映像を見ていたりするとやっぱり人生を語らずは上の方にあるんじゃないかなよし、はい。ってな風に今からこれを足していきます。祭りの。でなのでえっと祭りのあった。ひょっとして動画編集をする時に落葉来ますね落葉。はい絞っ でこれまあ途中長いかもしんないんで長いかもしんないんで、えー、編集する時に、えー、早送りにするかもしんないし、まあ、全部出しといて皆さんが勝手に早送りすればいいっていうふうになるかもしんないしっていう「落葉一番上」のこれ落葉の場合これもうすでに「5」ってことですね「5」になったってことね。 で英雄英雄英雄あとたはいだからあ明日に向かって走れこうを握りで、えー、左左がこう今明日に向かってこれ明日 明日に向かっってて走れっていう曲名なんだよね歌の中では「明日に」って歌ってるんだけど曲名は「明日なんだよねはいはいいい加減なやつじゃっけえー、っとあ唇は今6ポイントになったね6ポイントになったねだから落葉を追い抜かしたねとりあえずとりあえず今6が最高ポイントだっけ 落葉の上に行くねねこうやって、ねねうんえー「流れ星」って曲ではなくて「えっと、流れる」じゃないよなこれは流星だと思うのでこれ流星が5です。はい、で、えー「今は」の「は」っていう字が今「今はの和が」「今は」の「は」がまあ携帯で書いたのかな、えー、今はっていうかこれ歌詞だからね「今はまだ」 今はまだ人生,の曲名は人生を語らずですから2ポイントです意外と意外とまだ2ポイントしかいってない、えー、7月26日7月26日が3ポイント3ポイント悲しいだろうが2ポイントきたんで、えー、これ4ポイントになりました落葉、えー、1 落葉1が来ましたので、えー、落葉6になりました唇と落葉が同点ポイント次「流れる」この「流れる」は流星とは違うってことだからね「流れる流れる流れる」あったはい、えー、人生を語らずに語らず来ました四 4, 4ポイント「贈り物1」 贈り物一。新しい朝。よいし,ょよいしょ。明日に向かって走れが三ポイントになります。三ポイント。君が好き朝。えー、っと君が好き。 まあストトレートな曲ですよねこの辺はライブに73に入ってんだっけシンシアシンシア来ましたよシンシアどこだいシンシア上の方にあったシンシア <laughs> 3ポイントえー、旅の宿、えー、旅の宿2ポイント 良かったかなーやる、ねえー、旅の宿2ポインツたどり着いたらいつも雨降り、ね、鈴木宏光子供バンド <laughs>、えー、結構僕も好きですけどね,ね心の中に、えー、旅の宿3旅の宿が3旅の宿3入りますのでここに5がいきます5がいきますえっ、ー、と夏休み 麦わら帽子、姉さん先生ですね。あれ、夏休み今初めてだっけ初めてだね。セミの声。セミの声はあのアコースティックギターをレコーディングするときにものすごいセミの声が邪魔なんですけど、えー。あ、違った。流れる4ポイントになりました。流れる4ポイント。落葉来ました。落葉3。ってことは9ポイント。はい。落葉が唇を。 唇をよいしょ抜かしましたはいえー、っと永遠の嘘をついてくれよいしょえっとどこにあるどこにあるここにあったはい「外は白い雪の夜バイバイラ どこににああるののかな一番上の方にあった、うん、よいしょペニレインでバーボンをこれあのね発売運ヌンかんぬんの、ね「人生を語らず」っていうアルバムが一回発売中止になったのがだいぶ、ね、CD 化一回してから発売中止になるっていうど何だろうそれっていうあの「な、ね、んとかさじき」っていう言葉が。 えっとあ人生を語らず6ポイントいきました6ポイントいきましたんで結構上位の方に行きますねこっちの方に行きますねはいえー、どうしてこんなに悲しいんだろう1ポイント追加5ポイントはい人生を語らず3ポイント追加人生を語らず9ポイント9ポイント楽葉と並んでますよ と並んでますよデッドヒートですよデッドヒートですよ今どこまでいったら大丈夫かどこ,まで行ってここまでいったなえー、こうやってこうやってしとかんと、えー、流星2ポイント流星二ポイントお流星が上がってきたぞ唇を追い抜かしたぞ流星が唇を追い抜かしたはいえー、あ,あれは春だった春だったね初めてだな 春だったねもういいよねまあライブ73ですよね「春だったね」といえばね,ね高中正義さんのギターですよねはいよいしょ「祭りの圧倒の寂しさは」あ祭りの後あった6ポイントですねでこ,こうやってさあの1位のね最初の方の人生を語らずは3位の人が多かったんだけども 1>, 1位の人が2人いたらこれで6ポイントになるからね。ねねこれが面白いところですよ。はい。えー、愚かなる独り言は多分初めて出てきたのでここにあった。はい。僕は「僕の旅は小さな叫び」。この辺この曲はあれかあれかあれか <laughs> あれかって,言ってどこ行ったえー、これか。 これ,かこれってあれだっけ ?CM でしか CM のあとでり、えー、音源化されたやつだっけ贈り物えー、っとうんああさっきあったんだじゃあ4ですね4ポイントになりましたイメージの歌これはもうえー、っと イメージのことはあれ,あ,れあ,あ,あった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 はいここ2ポイントえー、落葉の「楽」っていう字が11ポイント落葉一番上だよね落葉10になりました1010 10人生を落葉が人生を追い抜かしましたはいデッドヒートですよこの辺この辺デッドヒート祭りの後が この辺に来てねあ結婚しようと寄ってきてないねえっと悲しいんだろうと旅の宿辺りがこの辺に来てこうか今んとこの今んとこのデッドヒートはこんな感じかなかなかな これ上上げとっかこいつ上に上げとっかこんな感じかえっ、ー、と落語用までいってねイメージの歌きましたイメージの歌3ポイント追加3ポイント追加で5ポイント外は白い雪の夜はいバーイバイ。置き去りあれ置き去り今初で ギャーン、ぎ、これも高中正義さんですよね。ギャリギャリギャリ。きゃん、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 ここにあった。うん。いき。<laughs> 気が全然違った。いき。けーってー。よく。悲しいんだろう、三ポイント入ります。悲しいんだろう、三ポイント入りますよ。え、ね、八。あれ、俺以外。 おとぎ草子の <laughs> おとぎ草子を俺以外誰も言ってない <laughs> ひらひらも誰も言ってない <laughs>、えー、明日に向かって走れ5ポイントになりました流星来ました流星8ポイントになります8ポイントになります、えー、今日までそして明日から私は今日まで生きてみましたこれが5ポイントになりますね えー、結婚しようよ。あれ結婚しようよ。初で初でミクよいしょ、えー。旅の宿。旅の宿。さっきあったっけあ,あったあった。これ。これ旅の宿6ポイント。6ポイント、えー。私は今日まで。私は今日まで生きて。これ8ポイント。おっ。 今日までが8ポイントできましたよ。だいぶだいぶ上がってきましたよ。上がってきましたよ。はい、結婚きました。結婚2ポイント4ポイント4ポイント旅の宿旅の宿あった。7ポイントいい感じでいい感じで節制になってますね。流星流星3ポイント追加で11ポイント。 ポイントついに「落葉流星」という二文字シリーズが並びましたえー、あそれでもれついここに落葉だった落葉だった落葉12ポイント落葉挽回挽回しましたよ。 はい、そして、えー、今日まで明日から今日まで明日から <laughs> まあまあいいや今日までそして明日からですからねこの機会に、えー、正しい曲名を覚えて帰ってください「えー、静」「か夕べの夢」「大きな夜」これは3つとも多分3つとも初めての出現だと思うんで「静か」かと「夕べの夢」「夕べの夢」 夕べの夢、はい、大きな夜夕べの夢の大きな夜は静かだったってことでね大きな夜よしょはい来たおとぎそうしおとぎそうし来た3ポイント3ポイントで6ポイントになりましたおとぎそうしおとぎそうしひっそりんと 膝をたらしてさ「春だったね」あ「あああれは春だったんだね」が3ポイント人生きました人生1ポイント追加人生は上の方にあったからおいい感じでいい感じで121110になってますよきました落葉きました落葉強いな15ポイント15ポイント今日までそして明日から 2ポイント足されるので11ポイント今日までがちょうどこの空いてるところにここに入ってきたとねえた、ー、どり着いたら、えー「心の中に傘をさして裸足で歩いてるこ」ここにあった、えー、2ポイント2ポイントまあ鈴木宏光さんバージョンも好きですけどね、えー 人生,人生が13ポイントになりまして落葉と流星の間に入りますはいデッドヒージョですよ明日に向かって走れ明日に向かって走れ7ポイント7ポイントで、えー、旅の宿と並びました並びました えー、永遠の嘘をついてくれこれってあれ,あれ初めてかあ違ったあったあったあったここにあった3ポイント中島みゆきさんねえー、今日まで私は今日まで生きてみました14ポイント14ポイントということはここで2位に浮上しましたね 二位に浮上しました。はい。えー、ある雨の日の。情景。猫だっけ。猫だっけ。ええー、と。傘をさし。て火をつけた。親父の歌。親父の歌。うん、親父の歌。 ワンンポイント青春初めて今出てきたあ本当だ初めてだこれもねあの妻恋の映像を見た時の1曲目だもんねへトランザムだっけもともとへーたーれいじゃさあシンシア5ポイントシンシア5ポイント人生を語らず1ポイントありました人生が 14ポイントになりました、えー、落葉の「楽」っていう字がこの漢字に変換されることは多いんかな最近のパソコンとか携帯の変漢字変換ってちょっとだけあれだよねあれ夏休,み麦わら帽子や夏休み4ポイント旅の宿よいしょ 旅の宿アド八ポイント。散歩のノか違う <laughs> リ。リンゴリンゴリンゴ初めてか。リンゴリンゴ,リンゴはアルペジオギターのあのアオリシカ高彦子さんちの家へ行ったことあるんだよね。人生を語らず二ポイント入れます。人生を語らずが十六ポイントになって。 唇が1ポイント追加で77はいえー、っとこの横棒は何も関係ありませんな何も関係ありませんえ時々俺が見失うといけないのでこうやって書いてあります祭りの後の祭りのあと9ポイント9ポイント I'm in the 英語の英語の曲名ですねん んないな。これは、新規さんかな。英語の歌詞ないよね。前もって俺が作ってなかったか。じゃあ、ここに置いとくか。この辺に置いとこう。ないよな、ハーム・イン・ラブ。ないよな。ないな。あっ あ,あったって自分で今打ったやつやった, <laughs> えひらひらた。ひらひら来ましたひら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 来ましたよ1ポイント。あいつもひらひらあれどこ行った日本中ひらひらあっ,あ,っあ,っあ,っあった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 。3。3ポイント。えー、でここがねちょっと本当はね本当はどうしようかと思って迷ったんだけども。 あの一回コメントを書いてくださってさそのコメントを書いてくださったやつを一応僕は全部コピペしてるわけですよ一生懸命毎回言ってますけど「集計するの大変なんですよ」っていう毎回言ってるんですけどもコピペしておいたのに後でコメント欄見ると消えてることがあるんですよ。でそれががコメントくださった人が 意図的に消してしてまったのか、それとも YouTube のなんかで消えてしまったのかその辺がさ事故なのかわざとなのかわからないままっていう人がお二方いてこれ困ったなってこのアンケート方式の集結する時にすっげえ困ってるんですけど実は毎回毎回。でもまあまあ、あのー、入れよっか。 順位に関係するかもしんないし。えー、ということで唇に3ポイントで唇が10ポイントになりますと。で流星が2ポイント。で流星が13ポイントになりますと。ね。あ順位的にはいいね順位的に。ね。ほいでいつか町であったなら中村雅俊さん的ないつか町であったならそれでもいつかー。 んどこにあるあまあこれでこれで撮っていくかどこかの町津あつのるお茶をどろんしゃしししおくそれでもいつかないなないないよね 俺の見落とし会ないな。新規様。はい。じゃあ、こうやって、こうやって一応、一応この辺にこうやって置いとこう。こうやって置いとこう。はい。はい。で、もう一方の流星。流星が来まして、流星16ポイント。この辺りで一回、えー、今日まで、そして明日からが、ちょっとダンクダウンします。ダンクダウンします。はい。外は白い雪の夜。 大事な話が、が5ポイントになります。あるんだ。春の風が吹いたら、春の、これも新車関係だっけ ?CM 関係だっけ、えっと、これもないような気がするな。俺準備してなかったような気がするな。ないよね。ないね。ないので、ここに、ここに追加しとこう。ここに追加しとこう。 よいしょマスターの独り言3ポイント3ポイント静かあれ ?2 ポイント静かってさっきなかったどっかにあれあここにあったごめんなさいね、えー、ごめんなさいねってことないね俺の中で処理してるだけの話であってこいつはない重複してたってことやねはいこっちでこっちで静か5ポイントになりましたね はい、えー、頑張らなくてもいいでしょうこの辺はあれかなもうだん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 って言ってもどうなんだ昭和なのか昭和じゃないのか、えー、人生来ました人生三ポイント人生三ポイントで落,落葉を ししししました追い抜かしましたたちょっとこう,こうやってやっておくね人生と落葉のデッドヒートそれ,これを流星が追っかけているという走れ幸太郎のような状況ですイメージの歌が22ポイント2ポイント2ポイント,イントはい、えー、今日まで今日までが来ました今日まで1ポイント来ました順位変わらず変わらず もうあのアンケートは募集してないんで、えー、もう間に合いませんけど間に合いませんけど間に合うかもしれない今ならないか初めてか初めてで3ポイントだからこの辺に入るねこの辺に入りますね間に合うかもしれないあ,ーあれは春だったんだねはどこに行った これか春だったねが5ポイントになります今で5ポイント、えー、今日まで今日まで来ましたよ今日まで来まして1ポイントの追加ですね今日までそして明日からと流星が並びました並びましたよ望みを捨てろ望みを捨てろ望みを捨てろよしよし ここ君が違うそれど私の人生は斉藤哲夫さんだっけ今の君は君が好きが1ポイント君が好きだはい旅の宿浴衣の旅の宿が旅の宿旅の宿は11ポイント11ポイント で旅の宿上に上がりました上に上がりましたよサマーピープサマーピープル初めてかなで2ポイント初めてで2ポイントサマーピープルはここですねここに入りますねはい悲しいんだろう悲しい今斎藤哲夫の歌歌えそうになったね、えー、9ポイント 9ポイント。順位、順位いいね。えー、次、ルームライト。これがそうなんですよ。あの、プライベートのさ、誰、誰、あずさみちょうじゃなくて誰だったっけルームライトは。え、誰やったっけルームライト。ルーム、ライトは、ないよな。ルームライト。ルームライト、ここか。ここか。これ、ひらひらは、 イラヒラはここってことやねぼんやり誰だったっけルームライトなんとなくえ石田台見じゃないな誰だろうなルーム拓郎さんの声でしか <laughs> 思い出せねえよ、えー、ペニレインでバーボンを5ポイントおっと終わりが近づいてきた ってことは、シンシアワンポイントで、集計がバーン終了しました、終了ということで、えー、まあ、この辺が、この辺が、こう、こうやって、えー、っと、こうやって、えー、こうなって、えー あらま。あらま。しょ。こうなって、こうなって、こうなって、えー、っと、ここらたりが、ここに来て、えー、っと、こうか。よいしょ。えー、で、5、静か。 ペニー・レイン・春だったねが上に行ってまあ一人の人が1位に上げただけで3ポイント入るっていうねそれはそれでおもまた面白い面白い展開なので4ポイントここでこうなっちゃう違う。 違うもっと下もっと下ここここに来てこれでえー、っとまあそうだよねだから2人以上の人がポイントを入れてくれたとするならば4ポイントより上の人4ポイント以上取った楽曲っていうのが 2人以上の人が声を出したまあまあ3でもそういうことはあり得るけど2でもあり得るけど。ということで、えー、まあまあこの辺から見ていくかっていう感じかな。ねここだね10ポイント取った10ポイント取った楽曲から上をがやっぱり。 ああそっかどうして悲しいんだろうよりも今日までの方が上に行ったかそうかそうか。ということでここは決まりだね1234これとこれ同列同列3位か123456ベスト678910ここまでここまで10しいうか。 かになりますかねねはいベストワン人生を語らずでしたはいまあね納得はいきますよね非常にもうこの123位は納得いくよねそりゃそりゃいくよねっていう2位が落葉3位が同列3位やここ同列3位ですね 「祭りのあと」っていうのが意外と上にまあ,なあいい曲だからな A マイナーっぽいよねなんかあこれも A マイナーっぽいねこれも同列か同列かあこれも同列かそういうことかはい。ということで、えー、今回のアンケートの結果圧倒的でもなくデッドヒートを見せた上の方のこの、ね、この4曲。 面白かかったんじゃないでしょうか、ね、今はまだ人生を語らずですね。はいというわけでベストワン人気投票まあまああくまでも僕の動画を見てくださっているのうちいいコメントをくださった方の中での優勝ベストワンは人生を語らずということでございました。 ままあまあね納得でじゃあ,、まあさっきちらっと言ったんだけど「アルバムで一番好きなアルバムどれ?」って言ったら多分あれになると思うよねっていうどうなんだろうなあれになるんじゃないのって思うんですけどもあえてやりますかどうしますか。今回は3枚って言わずに1枚だけどうしても一番好きなアルバム。 圧倒的に自分が大好きなアアルルババムムさんのアルバム1枚あでも意外とあっちのあれもあしてくるかもしんないな迫ってくるかもしんないなあまあ,あの個人的なさやっぱりさそのね人生の自分の生きてきた流れの中でまあまあ中学1年とか小学6年生あたりで拓郎さんを知ってアルバムを買ってね2500円 お小遣い貯めて円貯まるるとと。買ってくるとその中で、まあ、もちろんねこうハードロックのアルバムも買ったりもするだろうしまあまあ浅田美代子のアルバムとか片平凪さんのアルバムとかも買ったりする中で今回は拓郎さんが新婦を出したからみたいな風に買ったりとかいろいろまあね拓郎さんと浅田美代子といえば山田太一のテレビドラマですから僕は。 山田太一マニアでもあるんでリアルタイムで見てたからねテレビで当時中学生ぐらいだった僕が吉田拓郎さんがテレビに出るって言うんでテレビつけてみたらミオ、えー、ちゃんと共演しててでまあどっちがあ俺もともと美桜ちゃんが好きだからミオちゃんのテレビドラマのもちろんね「ね時間ですよ」とか「寺内勘太郎一家」とかは見ててそれと吉田拓郎が共演する。 ってなった山田太一のドラマを見て、まさか離婚する。<laughs> ま、あの、森下愛子さんも、あの、えー、恵子さんも好きですから、全員好きです。みんなすーげえ。えっ、ー、と、アルバム1枚だけ。1枚だけ。あの、今回のアンケートの結果の感想でもいいですし、それを踏まえた上で、アルバムのタイトルを1枚だけ言って書いてください。 あの、これとこれと迷ったんですけどはもう書かないでください。はい。はい。一枚だけ、ね、これですって決めようよって思いますので。まあ僕の場合だったらどれだろうなあの、まあ今手元には CD しかないけど、あの、あっちの部屋行きゃ LP レコードがワンサカあるのと。そうね迷うけどなでも俺の一位予想、一位予想はあれだと思うんだよなっていう。 のはありますけども、えー、あえてじゃあその2位3位を見てみたいっていうのも含めてで、えー、1位はあれじゃなかったって結果もあるかもしんないんで、えー、今回は吉田拓郎さんのアルバム一番好きなアルバムを1位1枚だけ言ってくださいアンケートです。はいじゃあね